コズの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはこちら。ワン、はい、出ました。ワンピースからグランディスタネロ、はい、こちらがね出ましたというか、はい、到着しました。また海外限定のグランディスタです。いや、これね、私の好きなゾロなんで買っちゃいましたけれども、まあ一応ね、この箱のね、見た目、顔がね、ちょっとどうかなと思うんですよね。まあ、実物撮ってみないとわかんないから、まあ、購入はしましたけれども、ちょっとパケで判断するとあんま顔が似てるようには見えないんですけれども、実際どうなんでしょう。この正面を向いた顔がね似てると思うんですけれども、でこちらね、おまけとしてフェイスパーツつきます。この面白顔っていうか一応ね、判件シールここについてます。なので本物ということですね。はい、ではこちらね、とりあえず袋の状態まで持っていきたいと思います。はい、袋の状態ですが、まずはですね、はい、補助パーツですね。足につける補助パーツ、そして刀、これが別袋で入ってましたね。はい、本体、こちら上半身で下半身で頭部が2つついてます。はい、といった構成ですね。はい、では早速ね、組み立ててみたいと思います。はい、とりあえず組み立てなんですけれども、下半身に、刀を取り付ける際ね、こういう感じで、はい、なってるんで、まず先に刀を取り付ける感じですね。はい、こんな感じで、でその後に帯を締めるという感じですね。締めるというよりくっつける。意外に硬いですね。はい、いやー、これね全然くっつかないですね。こうやってね、一応つけたはつけたんですけれども、やっぱり帯がね、一応ドライヤーとか使ってね温めて柔らかくはしたんですけれども、やっぱりこうやってね、ちょっとこう離すとやっぱ隙間ができちゃうんだよね。これはもうちょっとなんかどうにかできたんじゃないかなーっては思うんですけれどもね。どんどんこれ開いていく、もうちょっとなー、ここら辺しっかりなんかこう別の付け方を考えてほしかったな。そこがちょっとすでにもう残念ですね。はい、はい、組み立て終わりました。見ていきましょう、こちら。はい、こんな感じですね。いや、一応補助パーツなしでも自立はできますけれども、多分不安定ですねこれはね。はい、いや、このグランディスタね、日本でも発売はしてるけれども、ポーズが違ったりね、こちらはもう刀刀身を抜いてる状態ですね。抜刀している状態。まあこれがね、ちょっとかっこいいなと思ってね、このポージングがかっこよくてちょっと買ったんですけれどもね。はい、各部見ていきましょう。まあ、とりあえずやっぱり顔だよね。顔はどうですかね。一応ね、自分的にはまあありの方かなとは思うんですけれどもね。
まあ、皆さんはどうですかね、60点って感じかな、はい。で一応ね買ったのは抜刀している状態で、刀身はねもうちょっと安っちい感じですね、もう、ここももうちょっとなんとかできなかったかなって、シルバーとかね、ちょっと塗装できなかったかなって、もうグレーなんですよね、これがちょっと安っちいですね刀が。でこのね刀の鞘とかね、鞘もこれ抜刀している状態なんですけれども肉詰めしてあるんですよ、ここ空洞で良かったんじゃないかなってね、なんかここも安っちいですね、一応服とかの、色とかグラデーションはちょっと使われているんですけれどもね、一応肌のところも薄くシャドウは吹かれてます。服装に至ってはまあまあ普通かなっていう感じですね。でやっぱりねここがねもう自然ともう開いてきちゃうよね、これはもうかなりのマイナス点ですね、これはねもうどうにもできない、接着するしかない、しかもね超強力な接着剤じゃないと多分くっつかないと思う、これかなりパンパンなんでねこの刀の鞘が、だからもうこっちの力に負けちゃって帯が開いてきちゃってるっていう感じ、一応ね後ろの背中の方もねちゃんとシャドウ吹かれてるんで、手抜きはそこら辺の手抜きはないと思うんですけれどもね、鞘のね作りもちょっと安っぽさが感じるかな、全体的にねちょっと小物類がちょっと安っぽく感じる、とりあえずねこのフェイスパーツ、もう一つのフェイスパーツと取り替えてみましょう。はい、こちらこれは似てますねこういう顔しますよねゾロねちょっと突っ込み入れる時のゾロの顔だよね、これはよく再現されてますね、口の中の造形とかもね作り込まれてるんで、このフェイスパーツはよくできてますね、かといってこれで飾るっていうのもね、ちょっとなーってなるよね、なくはないですけれども、はい。で一応補助パーツですね、補助パーツはこちらの、右足の方にかませる感じですね、穴があるんでこちらにくっつけると、はい、こんな感じですね。これでちょっと立たせてみましょう。あ、安定性はやっぱりつけないのとつけるとでは安定性は違いますね、やっぱつけた方が安定します。一応ね馬形のねこの顔と実際の顔、これ実際の方がかっこいいよねそこは馬形車と違ってよかったかなって思う点ではありますね、こっちの方がよかった、ということでね、今回も海外限定のグランジスタネオ、はい、こちらをご紹介させていただきましたが、皆さんね見てどうだったでしょうか、やっぱりね至らない点が何点かあるんで、
まあ、総合的に言うと40点。厳しめにちょっとつけさせていただきますが、まあ40点かな。はい、ということでね、最後は回転台座に乗せてねお別れしたいと思います。チャンネル登録していない方はこの機会にね、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。